どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの足に気をつけちゃうぞ。やっていきましょう。はい、というわけで今回ですね、東京中野にあります、アジオ中野店さんに来ております。こちらですね、台湾料理が、楽しめるお店なんですけども、今回ですね、まあいろいろね、もう台湾料理、たくさんあります。本格的な台湾料理が、まあ、リーズナブルな価格で、食べれる台湾料理屋さんでございます。今回ですね、このパイコーハン、はい、このパイコーハンを、普段ね、ちょっとあの辛いのってやってないんですけど、今回ねちょっと特別に、辛くして、やらさせていただくことになりました。こちらです。クイシンサイ炒め、はい、こちらもね、よく台湾で食べられるメニューですので、ちょっと、ね、今回楽しみですね。一体その感想を見ていきましょう。東京都中野区中野、台湾料理店の味王で、麻婆豆腐、牡蠣と野菜のオイスターソース炒め、ちょっと漢字が読めないですけども、はい、豚もつと豆腐のからしソース、ここら辺は全部激辛でとお願いしていただいて、さあ、アジオさんの開港飯御殿並みに拝見ですということで、台湾からこんにちはですよ。はい、楽しみですよ。ちょっと開港飯を初めて食べるんでね、行きましょう。直訳すると豚、開港飯っていうのは豚のスペアリブですかね。はい、それを、まあ、ちょっとこれ揚げてるんですかね、はい、カツみたいな感じで揚げております。この赤いのは、豆板醤で、この黒いのはですね、七味唐辛子とマーラーを油で炒めたちょっと激辛仕様に、しております。でちょっととりあえずここ置いといて、まずルーローハン、こんにちはということでいただきます。これはうまいな。ちょっとカレー風味がしますね。これ美味しいわ。あ、これはうまい。これたまるわ。最高飯でこんなに美味しい。これたまるわですね。唐辛子と山椒、このピリッとこうしびれる感じですよ。うまっ。そしてこちら空心菜、これはいける、おいしい。これニンニクとか、これね、唐辛子の粗刻みにしたものが入ってます。これうまいな。普通に美味しいわ。アジオさんは、ね、台湾からもこう食材を仕入れているようで、もう本当に本格的なあれですね。で、あと台湾料理にあるね、紹興酒とかもいろいろ好みで、これは、素晴らしい。今回このパイコハンってザ・台湾料理っていう感じで、初めてだから、うまい、ほら、本当に。いいじゃん、これ。あ、もうちょっと
こういうのあったんで、よかったです、撮影中に。あ、なるほど。こういう、なんかピーナッツラー油。全部食べたんですね。あ、美味しかったですね。めちゃくちゃ美味しいですね。びっくりしました。このほうがピーナッツ、ちょっと、ね、風味で、それでは辛さレベルの発表していきましょう。味を中野店さんのパイ交換、辛さ増しですね、これ辛さ増し、辛さレベル、ジャラララジャラ、辛さレベル 4.5 でーす。はい、まずね、パイ交換、非常にこのカレーの風味が、美味しくてね、うん、玉毛だ、麺玉でね、1.5 倍ぐらい瞳孔が開いたような気がしますよ。これは美味しい。お肉もジューシーで、これたまらんわ。このスペアリブみたいなのがね、持ち上げたらあら不思議、下にはひき肉が入ってる、もう二度美味しい仕組みで、これ美味しいですね。まあ後からね、これ薬味は足しましたけれども、非常にこのマーラーのしびれるような刺激が、非常に心地いい刺激で食欲が増す、そんな一品かなと思います。そしてね、この空心菜、台湾でもよく食べられるメニューで、もう本当にね、ほっぺたがとろけ落ちる、うん、ちょっとニンニクを効かした、風味がね、非常に香ばしい。そしてね、唐辛子の輪切りをね、ひとたび噛むと、うん、ちょっとピリッと口元が刺激される、本当に、美味しいです。このセット最強だな。それでは、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと激辛ブログ、ツイッターなど更新しますので、チェックの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またねー、バイバイ。